そう、来週もライブ。あ、そうそう。あ、あれ、あのね、持ってきたの。夏17日の、あ、そうですね。あるんですけど、実はあの春先によくあの秩父の方に行っておりまして、秩父の小鹿野町というところの花祭りというお寺の行事で演奏するっていうのを何回かこうやってまして、それをちょっともう10年くらい僕はあの行かせてもらってるので、東京でそのライブをやろうということで、今回ご住職さんご夫妻をお招きしてマンダラツーというところでやるんですが、ニコニコ家業でも何回もさせてもらったので、もしよろしかったら、あとはこう若いバンドとかですね、うん、民謡専門の山原楽団って私の別のバンドがあるんですけど、それなんかもありますので、吉祥寺のマンダラ2っていうところで、そうですね、雑司ヶ谷で演奏したの初めてですけど、すごくこれ素敵ないいところで ね、よかったですね。あと2曲なんですが、毎晩見る夢って何か、違うもん、イカロスの2曲、あ、イカロス、イカロス私のオリジナルで、オリジナルで、このが滅ぶシリーズというのがあって、どう滅ぶかっていうと、なんかイカロスが太陽に近づきすぎて羽が溶けて終えてるのがなんかとてもこうなんていうのかな、こう未来っぽいっていうか、そういう感じがして作った歌です。イカロスの滅ぶ。はい。